今日社長のありがたい話したいっていうテーマの第2弾動画です。そんな入りで来られてるさ。いやだって言いたいでしょ社長って。言いたくないね。なんかもっとさ社長っぽいさ、うんうん、ちょっとなんかかっこいいさ斜め下向いてる話したいやん。やっとる、うん、やっとるけどさ他の企業の会社の社長さんとか実際どう見たいやん。いや彼は就職とか考えとる子やったら見たんですけどね、うん、よっぽどその会社に寄り添って関係がないと見んよ。そうだろう。うわ来い。大丈夫ですか。車こいで。車こいでだよ。ウインカーの音がいいね。何入れるのか。エンザスト。おおおおロデオマシンか。かなそっちの線大丈夫。じゃあ疲れましたね。ライフバンクでドライバー。はい、ライフバンク社長です。ライフバンクはですね、ドライバーさんをですね、まだまだ募集してますので、ここからですね、4トントラックまでですね、乗ってみたいという方で、ねえ、何？もしさ、明日隕石が降ってきてさ、地球が滅亡するとしたらどうする？いやー、それでもドライバーさん募集するの？しますよ。ドライバーさん募集しますよ。じゃあ隕石は？それはですね、いやですね。ドライバー。あ、疲れた。チャブリ偉いな、マジで。この4トン分。あ、偉いな。うん、あすごいわ、みんな毎日。やっとって。今日何運んだの？ん？何運んだの？ワンピースグッズ。ワンピースグッズ運んだの？どういう荷物やった？ナミとか書いてある箱がいっぱいあった。ナミの衣装を。何ケース運んだの？200歳歳でいった。うん、じゃあちょっと何なんかそうさこの間の続きね、行動理念の一つかな。そうまず感謝でしょ。うん、うん、その後まあ笑顔であるっていうのがあるんだけどさ、うん、まあこれは当たり前っちゃ当たり前だけどさ、うん、笑顔の種類もいろいろあるよね。うん、微笑むような笑顔と、うん、爆笑する笑顔と、うんうん、どの笑顔の、まあ、この YouTube やっとると絶対ね楽しくやっとるやっとって、うん、それがいいなみたいな感じだと思うけど、うんまあ、本当はあれね、うん、あの心から微笑む感じの笑顔ね、それなかなか難しいな、うん、子猫とか見た時しかできんわそれ。そう本当それ以外なかなか微笑むことないよ。なんかない他に微笑むこと、うん、だって健太郎くん喋る人おらんもんね、子猫にいつもおはようって言って出社するんでしょ。でも子供で微笑むやろ。うん、そやな。子供見たらそやな、そやな。それ社員に対してはお前の微笑ましく思うこと。いや、我が子のように思ってるよ。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。思ってますよ。僕はあの結構あれだよ、うん、ちょっとこれは、おこがましいけどさ、うん、アンパンマンみたいな気分。はい、アンパンみたいな。質問そうやな。肉まんまんやな。そういう気持ちいいやもん。そういう気持ちで会社やってるね。はい、肉まん。自分、自己犠牲の気持ちね。そう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 。なるほどね。うん。で、その、自己犠牲の気持ちも、いいか、っていう、いくないけどね。うん。うん、別に犠牲って思ってないよ、ね、そうね、うん、社内でもそうやけど当然やけどサービスをしてお金をもらっとるわけやもんで、お客さんもそうだし社会にもフォースマイルしていくことがまず大前提で、で僕らがそれを笑顔でやることと笑顔にしていただくことってあるよね。ウィースマイル、フォースマイル、そういうような感じでやってる。自分たちが笑ってないと無理やもんな、フォースマイル。そうやな、うん、苦しながら笑顔に しましたみたいなの欲しくないもんね、その笑顔。欲しくない、うん、あもう笑顔返しますってなる。いないいないいない。まあそんな感じでどうでしょうか。自分ができとるかって言ったら、うん、わからんけど僕はよく笑っとるんで
アイスマイルはできとる。嫁はそれを見てあの人ヘラヘラしとるって言ってる。